がっちり買いましょう。がっちり買いましょう。がっちり買いましょうは、1963年12月1日から1975年3月30日まで、ネット系列で、1975年4月6日から1975年11月30日まで、TBS 系列で放送されていた毎日、放送制作買い物ゲーム番組である、全627回。 番組には毎回3組のペアチームが出場。基本的には夫婦で参加する形となっていた。司会は漫才コンビの夢児とし、木屋寺小石が務めていた。番組の冒頭では、まず出場者たちが週替わりの体を張ったゲーム、端しこ取りゲームや玉転がしゲームなどに参加した。買い物の設定金額はこのゲームの結果により決定された。 その後の買い物ゲームは、まず呼ばれたチームが、番組スポンサーの商品の絵柄が入ったボックスを、一つ選んで金額を決めた後、糸し、小石による、その金額円でお買い上げ、これを含めて4点以上、小石、それでは円コース。糸し、がっちり買いましょう。小石のコールと共にスタートした。会場には、値段の記されていない品物が置かれており、 出場者たちはその中から欲しいものを取り、合計金額が決められた金額になるように買い物をする。制限時間は2分で4品以上を買わなければならなかった。小金額調整用の商品として、スポンサー商品。こちらには、金額が表示されていると、靴下、ネクタイなどの小物が置かれていた。これら買い物に使用する商品は、島屋の協賛によるものであった。 決められた金額をオーバーしそうな時には、否定の4点にはなりました。愛し、小石、少なすぎることになりそうだと、縁と申しましても意外と介護耐えございますよ。愛しなどと、少し誘導されることもあった。ゲーム終了後の結果発表では、愛し、小石が、伺ってみましょう。縁コースを買い上げ、いかがでしたかと聞くと、ティンパニによるロールが鳴らされた。合計金額が、 設定金額からマイナス4000円以内、例えば10万円コースの場合は10万円9万6000円に収まった場合には、ファンファーレが鳴って取った品物をすべて獲得できるが、逆に設定金額を1円でもオーバーするか、マイナス4000円を下回ると失格となり、品物は没収された。商品を獲得できた場合には、残高が歩みの箱に寄付された。また、 設定金額と同じになった場合には、がっちり賞として、賞金10万円が贈られた。失格となった場合には、残念賞として、スポンサー商品の詰め合わせが贈られた。番組後期には、ラッキー賞の設定があり、その指定の品物を取った時は旅行クーポン券が贈られた。また出場チーム3組のうち、特にインパクトがあった1組には、いとこい賞として、 週替わりの商品が送られた。コースの制限金額は、物価高に応じて徐々に上昇していった。番組開始時には5万円、3万円、1万円、内輪で3000円以内であったが、後に7万円、5万円、3万円、10万円、7万円、5万円と、アップしていった。特別に5組が出場した最終回では、さらに3万円、1万円のコースも追加された。 1>, 1万円コースで、がっちり賞が出て、優秀の美を飾った。なお、航空会社対抗戦の回では、30万円、20万円、10万円の3コースで行ったことがある。番組のラスト近くには、島屋からの視聴者プレゼントコーナーがあった。このコーナーではまず、メインとなる、プレゼント商品とその値段を視聴者に公開した後、スポンサー商品10個をカメラに映した。 視聴者はそれらの合計金額を予想し、番組に投稿した。いずれも日本標準時、長年展の解消とともに放送開始時刻が変更されたため、ネット局の一部では朝日放送、新婚さんいらっしゃい、の後番組扱いで放送されていた。番組は、放送開始から1971年までは、株式会社オリエンタルの一社提供で、 1972年から番組終了までは江崎グリコその他のグリコグループによる単独提供で放送されていた。その関係で1971年まではオリエンタルがっちり開幕賞。1972年以降はグリコがっちりショ賞が正式名称となっていた。放送開始時のタイトルはオリエンタルがっちりショ賞であったが、 章の字は1969年5月にゲームショー番組の文字理でショーに変更された。系列は放送当時のもの。がついているものはネット陳時後に変更となったつぼね。系列は放送当時のもの。長年展の解消に伴い、ネット系列をはじめとする一部のネット局は1975年3月に本番組のネットを打ち切り、同年4月に朝日放送。 新婚さんいらっしゃいのネットに切り替えた。また、現在では巡行域放送となっている岡山県と香川県の放送局は、当時はそれぞれの県のみの単一放送であったため、この2局が並列放送していた。さらに、広島県で2局放送が行われていた時代もあったが、これは本来のネット系列であった広島ホームテレビが UHF テレビ局、 広島県所であることから、それを受信できない世帯、地域に配慮するのと、従来から放送していた中国放送での視聴者確保の観点もあり、と開局後も引き続き RC c とでの並列放送が行われていた。収録は MBS 千里都急放送センターのスタジオで行われていたが、後に放送センター内にあるミリカホールでの公開収録へ移行した。番組は、 放送開始から5年半後の1969年8月24日、放送文をもってカラー放送へと移行した。小金額調整用の品物のうち番組スポンサーの商品はオリエンタル提供時代、グリコグループ提供時代ともに即席カレーであった。オリエンタル提供時代にはオリエンタルマースカレー、番組開始前の1962年に発売が グリコグループ提供時代にはグリコワンタッチカレーが提供されていた。また、同社のポッキーやペロティが調整に使われた回もある。調整金額は番組末期には100円で計算されていた。出場者が品物の額を計算する際に使っていた用具は当初はメモ用紙と鉛筆であったが番組末期には計算機、電卓も加わった。 グリコグループ提供時代には、愛し、小石の二人の着用する背広やブルザーの胸ポケットには、道頓堀川沿いのネオンサインでもおなじみのグリコのゴールインマークのワッペンが付けられいた。出場者が設定金額をオーバーしそうな時や足りない時には、愛し、小石の二人がそれとなくアドバイスをした。またもう少しというところで、がっちり賞を逃した時には、 小石が苦しむようなポーズを取るのがお約束であった。特にものすごく惜しい、マイナス100円やマイナス10円の時など時には、小石は床で乗った打ち回っていた。ネット系列ネット時代の映像は基本的に残されていないが、当時毎日放送が、つぶらやプロダクションと共同制作していた、ジャンボーグーの第40話、大噴泉。バモスアイよバモスイーよ。 1973年10月20放送にて事件現場となった竜神村の住人がつけっぱなしにしていたテレビの画面に本番組の映像、モノクロ画面が映し出されていた。としによる工場10万円7万円5万円運命の分かれ道は本番組の終了後にもとし、小石の漫才花嫁の父において小石が歌を歌う場面に使われた。 小石が歌う時に愛し口にするという部分から、二人は花嫁の父を民放、NHK を問わず様々な演芸番組で披露した。また二人は、金張ありたい自用殺虫剤、ありきんちょうるとスタイ自用ありきんちょうるの CM でもこのネタのパロディフレーズを口にしていた。1990年代、読売テレビの EX テレビ火曜でウルトラがっちり開幕、ま。 小と題しての復刻企画が行われた。この企画には芸能人3組のペアが出場し、1億円コース1000万円コース100万円コースが設定された。ただし EX テレビ自体がグリコグループ提供番組でないため小金額調整用のカレーには他社の製品が使われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。